はい、皆さんこんにちは、ミカミックスです。ロストヒーローズボーナスエディション、では前回の続きからやっていきたいと思います。とりあえずチップを何種類か手に入れたんでチップ報告しましょう。ヒールがまず欲しい。ヒールがなんもねえしマジかよ。どうしよう、アイテムラボ最初お金も足んねえしな、ってかライフキットすら買えねえし77円しかねえからマジかこれじゃあちょっとまたゲートポート中継地点1へ行きましょう。これきついな、マジか。アイテム何が持ってんの、復活キットばっかり死んだら復活させろって感じか嘘。ちょっとまだ行ってないところでアイテム探しをしたい。調べる。ああ、ここは繋がっただけだ。ショートカット、ショートカット分かりづれえなこれライフキットが欲しい、せめてライフキットが。お、ライフキット手に入れた。そしてレベル3になった。え、マジでないんだけど。しょうがない、先へ進みますか。うん、ハイザックガバドン、まだ最初はこいつらしか出てこないですね。てかニューガンダムの攻撃全体攻撃だけどほんと弱いな。今は単発の攻撃力の方が重要だからな。ここなんかありそう。待て、誰かいるぞ。マスカレートドーパントだ。ご報告いたします。大変申し上げにくいのですが。なんだ、早く言え。そのゼータとメタスを取り逃がしました。なんだと？使えねえ野郎だな。とっとと失せろ。ひーさーて、そこにいるのは分かっているぞ。出てこい、俺がぶっ倒してやる。見つかったまさか見えない敵はお前だったのか。殺し屋怪獣バラバ。ははは、その通りだ。なぜだ、お前にそんな能力はなかったはずだ。面白いだろう、光学迷彩ってやつだ。どうやら別の世界の技術らしいがな。光学迷彩、どうやって手に入れたんだ。そんなもん知る必要ねえだろう。力を失ったお前らを倒すのに花からこんな小細工は必要ねえんだ。え、戦闘、ちょ待って、バラバって、バラバって言われてももうやることないからな。とりあえず攻撃くらえくらえ。余裕の笑みを浮かべている。17かよお、クリティカル出た。よしよしよし、てか攻撃しかすることがない。いてつえまだいけんな。うわ105マジかよ、どうしよう。だって復活キットしかない、ライフキットも1個しかない。やばい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 、どうしようどうしよう、少しディフェンスしとこう。おおやるのに、死ぬ死ぬ死ぬ、マジ死ぬ。ゴリ寄せるか。うわあと一発ずつ食らったら死ぬ。死体が一人出そうだなこの感じだと。いやー、やられてない、危ない危ない、もうちょい、あともうちょい。よし、あぶんねおお、めっちゃレベル上がった。バラバ、クソ、この俺が負けるとは。グッガー、お、ウェザードーパント、クッグッグ。ウェザードーパント、私が与えた光学迷彩、どうやらうまく使いこなせなかったようですね。このメモリーの代用にはなりませんか。見つけたぞウェザードーパント、やはり貴様か。俺は貴様を許さない、俺から全てを奪った貴様を。はて、何のことでしょう。とぼけるな、忘れたとは言わせん。私は忙しいのでね、これで失礼しますよ。あなたに付き合っている暇などないのです。うわ、貴様、おい、アクセル待てよ。
ち、一枚やがった。それにしてもあの敵ゼータとメタスを取り逃がしたと言っていたな。そうだな、この先にいるかもしれない。探してみよう。いやいやいや、ちょっと一旦拠点に帰ってメモリーじゃなくてチップを変換しましょう。こいつバラバ、よしよしよし、ヒール1、やったーようやく回復手段手に入れた。あとそうか、スキルツリーか。最初の技を覚えておきましょう。あれ、最初の技がいっぱいある。ビームサーベル、タトバキック、もう一個いけるかな。ウルトラマンはちょっと無理だな。ニューガンダム、バルカン、これは全然足んねえや。オーズもちょっと足りない。ダブルはメタルブランディング、これいけるな。オッケーオッケー、よしよしよし。あとはそうするとやっぱりダブルだな、ヒール1をつけるのは。オッケーオッケー。じゃあちょっとまたゲートポートから行きましょう。いや、いきなりのボス戦超きつかったな。あれ、なんか調べる。バラバの死体がある。そんなものは見えないんだけど。新しいやつがいる。うわ、オーズスタンした、マジかよ。どっちだ、調べる。お、ここはショートカット。お、マスカレードドーパントだ。オッケー、なんかありそう。お、怒らなかった。扉は開かないか。ってことはこっちではない。やばいやばい、ちょっとダブルが減ってきた。でもダブルもそろそろレベルが上がりそうだからな。ヒール、かな。そうすると、お、なんかありそう。またどうしようかな、回復させとこうかな。酸化使うの、まあ大丈夫だろう。よし、あ、何も起こらなかった。ここか、あれ、何も起こらない。広場的なところだったから何か起こると思ったけど、なんだ、何をやってきたんだ。ニューガンダムの攻撃マジ弱え。あ、ライフキット、貴重なライフキットを手に入れた。そうするとどっちだ、こっちか。いけー。うん、いるいる、何かいる。回復させよう。お、ゼータじゃん。そしてハンブラビだ。ははは。どうだ、ゼータガンダム、メタス、クモの巣の味は。電流流せ。うわー。しゃー。逃がしゃしねえんだよ。落ち上がれ。わはは。動きが取れないようだな。これぞ我がハンブラビ隊のクモの巣戦法だ。かー。きゃー。よし、もういいだろう。これだけダメージを与えれば動けない。連行しろ。く、こんなところで、く、動けない。ゼータガンダム、メタス、電流で体が動かないのか。ニューガンダム、ん、ちょっと待て、新しい獲物が来たようだぜ。ハンブラビー、二人をどうする気だ。さあな。
お前らの首もついでにいただいていくぞ。手土産は一つでも多い方がいいからな。お、ハンブラビ戦か。おいおいおい、3人かよ、ハンブラビ。ラムサス、行くぜ。バルタン、フームサーベルがいいな。あとはキック。こいつはちょっとヒールのためにちょっとこう、まず一体一体始末しましょう。クモの巣の構え、クモの巣の構え、クモの巣、いったー、つえー、しかもスパンした。ニューアンダムは特に声がない。あ、でも倒せそう、ハンブラビは。どうしよう、ライフキットで回復させよう。余裕を見せている。やばいやばい、うお、死んだよ、マジかよ。見て、もう15しかない。よし、てかスタンしてるのが痛い。もういきなり超ピンチなんだけど、復活キット。よしよし、余裕を見せてるお前らは。うお、超減る。スタン早く治れ。こいつで回復させましょう。ライフキットあと1個しかないもしや。ビームサーベル、アクアキック。いやー、やられたー。うおー、80くらった。よし、クリティカル、オッケー。まあ、自分回復してもしょうがないけど、復活キット、やられたー。でも復活キットも100しか回復しないのか。あ、間違えた。ヒールで一応回復させとこう。あぶねあぶねあぶね、強い攻撃力が。よし、これでウルトラマンが青タイマーになったから。あ、間違えた。でもこれに多分倒せるっしょ。うお、マジ間違えた。てらい。よーし、あぶねー。俺様も焼きが回っちまったもんだぜ。ハンブラビ、なんだそのざまは。クモ男か。あんたがくれた海蛇、ありゃいい武器だったぜ。確かに、いきなりピンチになったからな。ハンブラビ、わかった、あとは俺に任せろ。え、いや無理だよ。マジでハンブラビは前座だったの。いや、これきつい、いきなりきつい。やばい、ニューガンダム、あっぶね。超ラッキー、今のは超ラッキー。くらえ。あ、でも雲とこ弱い。多分そろそろ、おお、倒せる。あぶね、あぶね。いやー、超ビビった。く、これ式のことで死んでたまるか。こうなれば仕方あるまい。キャン、こいつだけでもいただいていくぞ。待て。おっと、おとなしくしろ。さもないと目立つがどうなっても知らんぞ。それがお前たちのやり方か。ぐはは、その通りだ、さらば。待て、クモ男。待つんだ、ゼータ。待てません、俺は目立つぞ。その体では無理だ。でもそれに単独行動は危険だ。落ち着け、ゼータ。ここにいるのは仲間だ。今は力を合わせるのが得策だとは思わないか。そうですね、わかりました。俺でよければ。もちろんだと思う。おお、ゼータも仲間になった。パーティー編成は拠点で行います。よし、クモ男の行方を追おう。クモ男を追え。ゼータもな、なんか強いのか弱いのかわからないからな、まだ。で、どこにいるの、クモ男は。ハエ男ならいるんだけど。いていて。
そうなるとやっぱウルトラマンが強いっすね。結構ヒットポイントも多いんで、早い男。血の跡が北の方へ続いている。あ、マーカーがセットされました。ちょっととりあえず帰ろう。不意打ちかよ。やっぱりニューガンダム全体攻撃だけれどももう弱すぎる。半分くらいしか当たんない。あ、そうだ、いちいちこれで戻らなくてよかったんだ。そのままリターンすれば。ちょっとゼータガンダムを入れてみましょう。ニューガンダム外して、ウルトラマンゼロ、仮面ライダーオーツ、ゼータガンダム、仮面ライダーダブルと。じゃあこの編成で、でキューブ選択。これでゼータガンダム全体攻撃だったらちょっと考えものだけど、単体攻撃でそこそこ当たるんだったらニューガンダムよりはいいかなっていう感じがするんで、ちょっと戦ってみましょう。敵と、ちょうどいっぱいいるし。うわー、ゼータガンダムも全体攻撃だ。どうしよう、ニューガンダムで行くか。そうするとガンダム2人入れるのは危険ですね。なんでちょっとリターンで戻って、やっぱり最初のパーティー編成でいきますか。ウルトラマンゼロ、ニューガンダム、オーズダブル、これでいきましょう。チップ報告しとこう。早男何もない。はい、というところで、じゃあゼータガンダムが仲間になって、メタスですね、捜索を進めていきたいと思いますので、今回はこれで終了します。